電子。今日は、はいはい、みんなさんに大阪弁を教えようと思ってるので、うん、大阪人を持ってきた。はい、連れてきた。はい、ゆるきです、大阪で生まれて、大阪で22年間かな、生活してました。だから上手ね。はい。関西弁は上手だから。まあね、うん。今日のモデル。あのポルトガル語みたいな、なんか標準語があって、うん、で、そこからなんかいろんな何地域によって表現も変わる、日本ね。大阪弁と関西弁について話そう。はいはい。だってみんながもしいつか大阪で留学するなら、結構変な言葉聞いてくると思うから。まあ、教科書と違うね。そう、うん、教科書にないし、よく聞いてくる。でも困るね。そうね、関西弁で聞かれて。そうそう、店員さんとか、なんぼとか、何これってめっちゃ。いろいろなるね、うんうん、あるね。じゃあ私一回標準語でいて、うん、でベイビーが大阪弁で言うから、はいはい、その違いを比べれるね。はいはい。じゃあ最初の言葉はダメ。あかん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 。もうあかん。あかん。最初わかった？最初わかんなかった。やっぱりあかん、何それあかん、なんか先生とかにあかんあかんあかんって言われてる。 No, 先生は言わない。あ、言えへんのか。先生はみんなに標準語、うん、食べない、食べへん、何々しない、行かないとか食べないとか、もうないのとこをなんか関西弁は何々へんに変えるところがあって、ありえへん、ありえないってことはありえへんとか、何でもできるとね、できる、作れる、うんうんうん、いる、おる、おる、うん、そう、よく、ね、よく混乱するね、うん、それ、うん、だって、うん、おります、あるじゃない、あの敬語、うんうんうん、おります、自分のことね、いますはおりますって言うけど、うんうん、おるって言ったらその尊敬語の謙譲語ね、その謙譲語の、うん、あのま普通形みたいなやつ、うんうんうん、おります、おる、そう、だからなんか最初聞いた時、うん、大阪人めっちゃ丁寧なって思った。みんな自分のことをおるって言ってるねって、うんうん、あ、そんな考えてないと思う、多分ね、関係ない、ね、絶対違う、今どこにいるのっていうの、うん、今どこにおんの、あ、今家におるでとか、ね、そのでもね、大阪のんで、ではよ、あ、おるよのおるで、おるでとか、そうそう、なんか全然変わるでしょ、いるよ、おるで、全然違うな、全然違う、だから、ね、その最後の言葉もわからないと、うん、何このでってなる、確かにね、確かに言われてみればそうやね、そう、全然違うな、そう。本当に、ほんまに、ほんまに、ほんまにやな、うん、本当だ、ほんまや、ほんまや、なんか信じられへんとか、うん、いや絶対嘘やろそれとかって、これ美味しいか、信じられへん、美味しいかな、ほんまやみたいなね、ほんまや、かわいい、本当よりほんまの方が好き、私、うん、かわいいと思う、まあ、例えば本当にって聞くときも、え、ほんまに、ほんまに、 そう、ね、それほんま、ほんま、なんか韓国語聞こえる、そう、ほんま、わかんない、ちんちゃ、違う、ちゃう、ちゃう、ちゃうやね、うん、ちゃうちゃう、あ、違う違う、ちゃうちゃう、うん、多分違う違うっていうのをもっと早く、うん、ちゃ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 う、ちゃちゃちゃう、ちゃうちゃう、だ、あ、もう話したけどね、あ、ほんとだ、ほんまや、そう、だはやになるね。うん、大体なのね。そう。要はで、だはやになる。そうだねとか、そうやね、そうやね、そうやな。そうやな。もう正直、俺も他の地方の方言、うん、あんまり知らんけど。知らんけど、めっちゃ出る。もし、あの、ペアテンションしたらいつも出てくる。出てるかもね。出てくる。いいね。ええー、な。ええー、な。ええー、な。E は A になるね。あ、それめっちゃいいやん。え、その何？その時計めっちゃいいやん。めっちゃええやん。これは標準語でわからない。何？なんでやねん。なんでやねん。なんでやねん。なんでやねんって何？標準語なんて言う？ What the fuck？ 俺ちょっとわからへんな。あんまり考えたこともないな。え、何？わかれへん。なんでやねんの標準語？でもわからん。多分ないと思う。なんでやねん、めっちゃ好きこのエクスプレッション、うん、
いくら？なんぼ？なんぼ？なんぼ？なんでなんぼ？知らん。いつもなんかなんぼってイメージする私。多分昔はお金じゃなくて棒で払った。違う違う。だからいつもなんぼって。違う違う。これ何円？そう。何円っていうのをおこなんぼ。面白い。なんぼ。うん。好きやわ。知りませんが。知らんけど、うん、知らんけどになるのかな知らんけど、うん、例えば今日雨降るで知らんけど、うん、え知らんのに言うてんのみたいな、うん、でも多分俺その人はニュースで多分見たよね、うん、雨が降るって、うんうん、でもちょっと見ただけやからほんまかどうか分かれへん、うん、でもそういう情報は俺知ってる、うん、から教えてあげる、うん、あげたい、そうそう言いたい、うん、でも100% じゃないよ、うん、知らんけどっていう意味の知らんけど、なんか私の責任じゃない、そうそうそう、なんかどこかから聞いただけ、そう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 、知らんけど、そのことは、まあ、関西の人特有やね、知らんけどは、うんうん、よく言う、よく仕方ない、うん、仕方ないをしゃあないっていうね、しゃあない、仕方ないっていう、仕方っていうのがめんどくさいんかな、知らんけど、そうね知らんけど、それで、うん、まあ、本でとか、本ならも、あ、本ならね、本なら、じゃあっていう、じゃあ今日は買い物に行こうかみたいな、うんうん、教科書でそんな言葉を使うと思うけど、それじゃあっていうのを、それじゃあとかじゃあっていうのは、あ、本なら、あ、本なら買い物行こうかとか、うんうん、そうそう、面白い、おもろい、あ、めっちゃおもろいやんそれ、大阪人はカットするの好きね、うん、多分そうかも、言葉を、うん多分早く話したいからねそう、ポルトガル語も一緒、うん、大阪弁の敬語もあるって知ってる、うん、俺はあんまり意識したことなかったけど、まあ、あるね、例えば気張る、あー何やん春みたいな、春ね、知らなかった、あれはね、でも使わない、いやでも使うよ結構、いや私あ使えない、うん、まああのね春っていうのはあの結構京都の方とかでも使うのかな、うん、大阪とか何々しはったとか、何々の人が何かしたことを見て丁寧になる、その人に対して使う、そうね、自分のことを使わない、あ、自分には使えない、あ、じゃああれと一緒、いらっしゃるとか、あ、もうそんな感じ、そんな感じ、ほんまそんな感じ、先生今日どっか行きはるんですかとか、行かれるんですかっていうのを、はいはい、しまう、直すっていうね、直すだしまうってあの物を片付けるってことだろ、そうそうそう、例えばテーブルの上とかが物いっぱいあってちょっと片付けるときとか、まあ関西とか、まあ大阪は特にクローゼットとかに直したりとか、うんうん、片付けたり、元あった場所に戻すことを直すっていう、直す、だから例えば俺大阪の人間で東京に就職で東京に行って仕事とかしてて、例えばこの携帯ね、あ、これ直しといてとか言われたら俺が言ったとする、うん、俺が上司、そう、修理のことと思う、みんな思う、え、これなんか壊れてるんですかこれ、うんうんうん、あ、違う違う、あの元あった場所に戻しといて片付けるだけでいいよびっくりした、なんか初めて言われた時、うん、学校で、うんうん、先生が、ああ教科書を直してって、でみんなみんな本当にみんなどうやって直す、なんか何があるなんか破れてるんかな、そう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 いりません、いらん、あ、いらんやな、いらん、あ、いらんいらんっていうな、ケーキいる、あ、いらん、うん、いるっていうのが必要、うん、それいるみたいな、まあ、いらない、必要ない、そうですね、せやな、せやなっていうな、みんなね、せやな、なんか相づちとか、うん、そうそう、そうそう、せやな、せやな、あの、おまけとして、うん、箱の言葉を教えてあげよう、そうね、多分関西でしかほとんど使わない、そうそうそう、うん、あまり使わないけどね、でも、うん、した方がいい、もし一回言われたらなんか、あ、私わかるそれ、ねえ、でいいや、日本人はすごいって、うん、ね画鋲、押しピンっていうね、あの壁、壁にねポスターとか貼るときとか、あのなんか押しピンはすごくわかりやすい、まあ、押すピンね、うんうん、鶏肉、まあ、柏って呼ばれるね、言う人がいる、めっちゃ昔の、めっちゃ昔でもないけど俺のおばあちゃんぐらいは柏って言ってた覚えがある、うん、柏、たまに古いレストランのメニューに書いてある、うんうんうん、もうでも今の若い人とかは多分ほとんど使ってる人おれへんと思うけど、でもわかるね、みんな読んだら、まあわかると思う、うん、
懐かしいな、おばあちゃんがずっと柏って言ってたのを思い出すわ。1年生、大学1年生とか大学2年生3年生4年生のことを関西では、なんか1回生2回生3回生みたいな言い方をするね。そう、なんでかは全然知らん、うん、関西だけっていうのはなんか聞いたことある。上司とか子供がいるんだよみたいな、何回大学生でみたいな、あ何回生ですかって、あ2回生で、まあ大学2年生ね、はいはい、ね、これは大阪弁でしか知らないけど、何やろ、ご商売、あの標準語やったらくすぐったいとかいうのかな、くすぐったい、うん、そうそうそう、めっちゃ難しい、あくすぐったいとか、くすぐったい一番下、あドベってことか、一番下、一番下、まあ最下位ってことだよね、1番2番3番4番5番って何かがあって、うん、一番下の人のことを、まあ、関西とかでは、まあ、ドベっていうの、一番ドベ、ランキング、ランキングとか一番下の人、最後についたランナーとか、とかテストの、テストの最後の人、そうそう、まあ、どういうふうに使うこのかわいそうな言葉ドベ私ドベだったとか、そうそうドベね、うん、あんまり使わんかな最近は、まあ俺が東京に来たからっていうのもあるかもしれんけど、まあでも関西の方でまた使ってるかもしれない。お仲間外れ、ハミゴとか言ったりするかな、まあグループの中でなんか一人だけ、まあクラスとかでも何でもいいけど、一人だけなんかグループに入れてもらえないみたいな意味なんかな、うん、あまあでもこんなんもね、多分子供しか使ってない、うん、あ、ほんと、そうそうね、うん、面白いね、ハミゴ、なんかポルトガル語で友達はアミゴって言うから、うん、アミゴ、アミゴはね覚えやすい、うん、ハミゴ、うん、と歯磨きとも思い出す、なんでね、なんか歯磨きをしてる子、歯磨きね、そう、なんちゅう、無視されてる人なんかイメージするで、最後は駐車場、まあ、モータープールっていうのかな、まあ、プールに入れる車、プールってもなんかいくつか意味があるやろ、そのあの泳ぐプールもあるし、その物を貯めておく場所って意味があるんじゃない、確か、だからそのモーター、車を貯めておくところ、プールするところ、貯めておくところと、まあ、関西とか大阪の方とかでその駐車場のところ看板にモータープール、モータープール月1万何円とか2万円、1万5000円とか書いてる、モータープールってカタカナで書いてる、駐車場のこと、そうそう、駐車場のこと、みんなどうでした、学べた新しい言葉、それかもともとしてた、知らないと思うね、日本に来るまで、うーん、教科書に載ってないから、そうね、まあしておいたら大阪での生活がまあちょっと楽になるかもね、楽になる、面白くなると思うし、そう、そう、みんなが抜いてることがより分かりやすくなるからね、そう、友達にもなりやすいと思うし、また日本語の勉強頑張ってね、また次のビデオで、ありがとう見てくれて、最後までじゃあね、ありがとうね、チャオ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 。